アラブ音楽とはアラビア語を話す人々の音楽である。地域的には西南アジア、北、アフリカを中心とした広がりを持ち、国としてはサウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、シリア、イラク、レバノン、エジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、イエメンなどになる。周辺のイラン、トルコの音楽などとも関わりを持つ。 単線律的でメロディーは中国音楽のような五音音階的なものではなく七音音階的である。中立音程などと言われる音程の仕様が特徴的。メロディーには太鼓などによるリズム伴奏がつくことも特徴の一つ。近年ではアルジェリアのオラン地方に発するラインがポピュラー音楽としての発展を遂げ、中東のみならず欧州をはじめ世界中で親しまれている。 西洋社会で最初にアラブ音楽研究を本格的にした人物にフランシスコ・サルバドール・ダニエルがいる。ユダヤ系スペイン人移民の子としてフランスに生まれパリ音楽院で学んだ彼は1830年代にエジプト、パレスチナ、トルコをめぐって東方音楽を研究したフェリシャン・ダビンに憧れて1853年にフランスの植民地アルジェリアに渡り バイオリン教師の傍ら、アラビア語を習得して、アラブ音楽を研究。1863年には、アラビア音楽を出版し、パリの楽団を騒がせた。1865年に帰国し、1867年に自作のアラブオペラ、ファンタジー・アラブを初演した。その後社会主義思想に傾倒し、音楽評論などを手掛け、不仏戦争により、第二訂正が終わると、 コミューンの一員として政治運動に参加し、1871年にパリ音楽院の院長に就任したが、就任11日目に正規軍に射殺された。結論、西洋音楽史外説、飯田正純、音楽世界社、1937、パリ国立音楽院とピアノ科における、教育、制度、レパートリー、美学、上田康史、 東京芸術大学学位論文2016年3月25日ありがとうございます。